はい、皆さんこんにちは。りゅうなです。坂です。エッティブログです。今日は日本人の男性について話したいと思います。日本人の男性が外国人の女性にモテる理由について話したいと思います。日本人の男性はモテるってことですか？個人的に言うと分かんない。私は別に日本人がいいとかそういうのは思ったことないし、うん、でも私の周りにその日本が好きな女性がいて、うん、みんな日本人が好き、日本人の彼氏がいいとかそういう人もめっちゃいたから、だからある特定の女性にとっては日本人はすごいモテる、そう、魅力的、そう、そのポイントが何なのかってことね。そう、私の意見ではなくて他の人から聞いた点を皆さんとシェアしたいと思います、うん、日本人にとっては朗報ですね。朗報が分かんない。いい報告。外国人女性と付き合いたいなと思ってる日本人の男性にとっては朗報ですよね。モテるんだから。そうだけど、そのポイントを磨いていけばもっと魅力的に映るってことでしょ。一つ目、よく言われるのが、はい、日本人の男性はファッションセンスが抜群にいいという。なるほどね。まあ、タカもファッションセンスめちゃめちゃいいと思うし、てかファッションに気を使ってる日本人の人は多いね。なんかファッションに興味あるし、うん、海外のブランドに興味あるし、うん、でもそれは海外の女性から見て魅力的に映ってるってことだね。俺カナダに留学した時に初めて思ったのは、街歩いてる男性がそのデニムと T シャツとサンダルみたいな、みんなこのスタイルで、それでもめちゃくちゃかっこいいんだよ。素材がすごいかっこいいから。で、周り見渡すと韓国人とか日本人とかって、ああそうだね、そう、かなりファッションに気を使ってこうおしゃれしてる人が多いんだよね、一方で。うん、うん、あとその外国人女性が自分もファッションが好きだったら、うん、まあそっか、男性と一緒にそのポイントが共通点になるのが、うん、多分楽しいと思う。ファッションセンス、ファッションに気を使うっていうポイントね。うん、だから日本人がその外のファッションだけじゃなくて、うん、体もシュッとして、うん、細いからかっこいいと思う女性も多いかなと思います。スリムだね、日本人、アジア系はね、特にドイツとかヨーロッパ、まあドイツそうだけど、もっと骨太だし、がっちりしてるし、だから細い人が好きな女性は、そうだね、日本人は人気が出る。日本人は全般的にスリムでシュッとしてスタイリッシュに見えるっていうのはあるかもね。そうそうそう、まあもちろん見た目は全部じゃないよね。まあそうそうそう、言いたいよね。そう、見た目は全てじゃない。言いたいよね。日本人はかなり優しいところもあるしね。そう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 、周りに気を使って空気を読んで、そう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 、相手の気持ちを察して行動してあげるとか、ね、そう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 、そういう優しいところがあるよね。うん、それは割と優しくても愛情表現が全然足りないとか、そういうところが、うん、多分付き合い始めてから課題になるかなと。タカはそう思ってないね。だから、優しいってこと？俺が今の話をまとめると、俺が優しいっていうことで合ってる？ちょっと違うこと言った気がするけど。俺の脳の中の変換では俺が優しいってことになってるよ。まあでもレディーファーストはあんまないけどね、日本人の男性は。レディーファーストがないね。うん、残念。これはモテる理由ではないね。ちょっと今話がずれたね。ずれたかもしれないね、はい。だからもうちょっとレディーファーストを気をつけてやるとよりモテるかもしれないってことだね、日本人男性はね、はい、そうそうそう、レディーファーストを気をつけると愛情表現より、アクションだけじゃなくて言葉とか、うん、もういろんなキスとか、そうだね、手をつないだりとか、なんか私はタカの文句を言う動画に変わったね。外国人ってすごい頻度で I love you 言うじゃん。そうそうそう、毎日5回、I love you の価値がすごい下がってるよ。日本人が言う1回の I love you の価値が100だとしたらさ、外国人が言う1回の I love you の価値って 0.5 ぐらいだよ。だから 0.5 を5回言われてもあんまり重さがないよ。なんかそのディスカッションしたことある気がする。日本人がたまに 2,3 ヶ月に1回とか記念日に1回 I love you っていうことがすごい打撃力があるけど、まあでもその言葉にしなくても、うん、アクションで伝えるでしょ。まあそうだね、日本人は特にそうかもしれない。あともちろん、なんか家族になったら頑張って家族のために稼ぎたいという、うん、日本人男性はそういうイメージがあると思うので、うん、すごい一生懸命働いて自分のためにお金を使うんじゃなくて、家族のためにお金を使ってみんなを幸せにするっていう、そう、だからそのイメージも
外国人女性に伝わってて、ああそこはいいとこだよね。うん、そう。でもずっと頑張ってるから、うん、ずっと仕事にいるから、そこが不満ポイントの一つでしょ。女性が寂しくなるよっていう、うん、逆の、なるほどね、問題。で、まあお金を稼ぐために頑張ってるという話をしたけど、うん、キャリアを目指してる人とかも多いかなと。ああサラリーマンでね、エリートコースを目指してキャリアを積んでいくっていうタイプ。そうそう、マネージャーになりましょうみたいな。頑張り屋さん、モチベーションはね高いよね、日本人のサラリーマンってね。そう、一番外国人女性が日本人の男性と付き合いたい理由は何か分かる？私の周りの友達とか知り合いから見た一番の理由は、日本語を勉強したいから日本人の彼氏が欲しいという。ああなるほどね言語の勉強そうそうそう、まあそこはでも本音を言っちゃうと一番かもね。ああそうそう、だからそのもともと日本に興味があって、うん、あ日本人の男性かっこいいなと思って、うん、あ日本人のかっこいい男性を彼氏にしたらもっと日本語上手になるだろうという、うん、そういう流れになるのパターンが多いと思う。ちなみに私もタカの付き合った理由は、はい、別にモテないしファッションセンスも良くないし。これカメラ止まった後に話し合いましょう今なんか意外と言った理由が全部タカに当てはまるなと今思った。ファッションセンスもいいし、形シュッとしてる、シュッとしてるし、背高いし、頑張ってるし、うん、愛情表現はもうちょっと頑張りましょうね。はいはいたまには優しいし、日本語も私と一緒に。あ、じゃあ俺もうちょっと頑張ればモテるかもしれない外国人女性に。結婚してるよ、もう頑張らなくていいよ。街歩いて綺麗な外国人女性がいたら、もしとアプローチをかければモテるかもしれない。何のためにアプローチするの。はい、ということで日本人男性が外国人女性にモテる理由、今日5つ紹介した。多分何でしたっけ、トップ5。ファッションセンスがいい人、かっこいい、シュッとしてる、細い、細い人、優しい人、タカみたいに優しい人頑張ってる人、あとは日本語の勉強相手になってあげること。ここが一番大きいかもしれないけどはい、この動画が面白かったならいいねボタン押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画で会いましょうね。バイバーイ。